石川県国際交流協会で週1回行われているポルトガル語講座。講師は国際交流員のブラジル人ガブリエル・ドス・サントス・シャビエルさん。石川の国際交流を担う未来人です。ガブリエルさんは去年4月、国際交流員として石川にやってきました。来日は2度目。初めて日本へ来たのは4年前。大学の専攻が日本語と日本文化で、もともとその言語っていうものに興味がすごくあって、結構アニメ好きな友達の勧めで日本語を勉強し始めてみて、面白いなと思って、せっかく学んできたその日本語を生かさないともったいないと思って日本で働きたいと決心しました。なぜ石川になったかっていうと、小松にブラジル人がたくさん住んでいるのを知って、そこの人のためになれればと思って石川に応募した。現在石川県国際交流協会にはガブリエルさんを含め5カ国の国際交流員が働いています。国際交流員の仕事は翻訳や通訳、国際理解のため学校へ訪問して自分の国のさまざまなことを紹介したり、講師となって母国語の講座を開いたりしています。ガブリエルさんもブラジルの母国語ポルトガル語を教えています。明るくって優しくってとっても親切だと思った。石川で暮らして1年余り、生活や仕事を通じて感じたことは？リオデジャネイロ人として結構その常夏みたいな天気に慣れてるんですけど、雪の日も初めてここで体験して、それはちょっと苦しかったんですけど、それも新しい経験でとして今意義があったと思います。金沢弁がよく理解できなくて、で結局その隣に座っているの、もう一人の日本人の方にちょっと標準語に通訳してもらって、で自分がその通訳されたものを通訳したポルトガル語に。いろんな経験をして石川がもっと好きになったというガブリエルさん、将来の目標は？石川県に住んでいるブラジル人のためになる国際交流を目指しながら、ブラジル人のコミュニティがもっと日本人のコミュニティと一緒になれることを、そうなるように働いていきたいと思います。好きです石川。